こんにちは。今日は共通テスト2023の数学1の第2問の2、数学 1A 第1問の2の2の、両方同じ問題ですね。その後半を考えていきましょう。まあ、前半振り返ると、QS があって、そこの表面に PQR という3つの点があって、その PQR を結んだ三角形 PQR、 そしてここの PQR3 点を通る平面 α を考えるんですね。そして PQ イコール8、QR イコール5、RP イコール9という三角形だった場合に、まあ、前半ではコサイン角 QPR、 ここですね、は6分の5、サイン角 QPR は6分のルート11、三角形 PQR の面積は6ルート11ということまで分かったわけですね。で、後半では、この球面上に T という点を取って、ここの三角形の頂点と結んで、三角錐を考える。そしてその三角錐の面積が最大になるということを考えるわけですね。そうすると、例えば T という点があって、ここ T ですね。TR、TQ。こんな三角錐を考えると。で、この時に T から今体積最大になった時に T から α に垂線を下ろして、その垂線とこの垂直な直線ですね、垂線と平面 α との交点が H とする。で、この時に PH と QH と RH の関係はどうなっているのかというのが、まず最初の、後半の最初の問題になりますね。そうすると、今ここの三角錐の体積が最大になるということをちょっと考えてみましょう。そうすると三角錐の体積は底面積、まあ、この三角形、底面積に高さをかけて、それを3分の1かけたのが三角錐の体積でしたね。ということで、今底面積は定まっているので、高さが最大になればいいわけですね。この時に、三角錐の体積を考えるにあたって、高さを考えるためには中心オーダッシュを考えで、O ダッシュを通る面で、ここ O ダッシュがあって、 O ダッシュを通る面、アルファを一番長く切るように、これアルファという面切るように断面を考えると、この高さが一番高くなるのが、だんだんこうやって高くなっていきますね。この O ダッシュを通る垂線、O ダッシュを通って、しかもこの α に、α という面に対して垂直に上がっていくという、この、これが TH、これが TH であるときに、一番この三角錐の高さは高くなるわけですね。T から O ダッシュまでは5というのが分かっているの
で、ここの O'H の長さを求めれば高さも求められますね。そうするとどういうことを考えればいいでしょうか。今この H という点とこの三角形 PQR の関係考えるわけですけれども、その時にこの O'、これはどこにあるかちょっとわからないですけれども、O' という点があって、ここから垂線が下りて、ここが H。ここを結んだ三角形の関係を考えてみるのはどうでしょうか。これは括弧1の問題などから考えると、こんなヒントが出てくるのではないかと思うんですね。そうすると、この時にこれちょっと書いてみましょう。そうすると、3つの三角形は三角形 O'PH。もう一つは三角形 O'QH。もう一つは三角形 O'RH と、こういう3つの三角形が考えられるわけですね。これ書いてみましょう。O' があって、P があって、H は垂線ですね。垂直な、平面 α に垂直に下ろした線ですから、O'H は直角になりますね。三角形 O'QH も、こう直角三角形になります。同様に O'RH も、ここが直角な三角形になります。で、この時に O'P、O'Q、O'R というのはどういう長さかというと、中心から表面までの長さですので、そうするとこれは全部5になりますね。どの点も中心、球の中心から表面までの5。そして今 O'H は全部共通ですね。そうすると直角三角形の合同上辺、斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいが言えますね。そうすると何が言えるかというと、3つの三角合同になりますね。そういうことが言えるわけですね。そうするとここの PH、QH、RH は等しいと。いうことが言えるわけですね。そうすると、この3つの関係を問うのがなですから、PH イコール QH イコール RH という回答では6番になりますね。こんな風になるわけです。そうすると、次に、ここの O'H を求めたいわけですけれども、この三角形 O'PH で PH が分かれば三平方の定理でここも分かるわけですね。そうすると、ここの PH をちょっと考えたいわけですけれども、今ここで PH、QH、RH が等しいということで、どんなことが分かるでしょう。そうですね。三角形。三角形 PQR があって、PHQHRH が等しいということは、実は、こうじゃないでしょうかね。PHHR が等しいということは、この H という点は三角形 PQR を外接する円の半径と考えられるわけですね。そうすると、ここで正弦定理使えそうですね。
サイン角 PQR 分の5イコール 2R。まあ、ちょっとこの R と R が同じ文字使ってもちょっとわかりにくいです。これ半径ですね。まあ、教科書で使ってるそのままで。そうすると、R は半径ですね。は、この2、2で両辺割って2分の5。サイン。角 QPR。そうすると2分の5かけるサイン角 QPR6 分のルート11でしたから、ルート11分の6。これを約分して、ルート11分の15ですね。そうすると、この O'H というのも三平方の定理で、5ですから、5の2乗マイナス、ルート11分の15の2乗ということは、25マイナス11分の225。これちょっと計算してみてくださいね。25×11-225 ですが、答えは11分の50。そうすると O'A はルート11分の50。ということは、ルート11分の50は 25×2 ですから、5ルート2。とここまでできるわけですね。そうするともうここの三角錐の体積の式に当てはめてあげればいいわけですね。体積は底面積。体積は底面積6ルート11。かける。高さは O'H がここルート11分の5ルート2でしたから、5プラスルート11分の5ルート2かける3分の1ということになりますね。でもここ、約分してしまうと、2イコール2ルート11かける5で、10ルート11。この2ルート11とこちらかけると、10ルート11が約分されてしまうので、プラス10ルート2。これは10でくくると、括弧ルート11プラスルート2と。で、まあ、この時に、ここ両方5が係数になっているので、先に5を表に出してしまってもいいわけですね。そうすると、これは答えが、10括弧ルート11プラスルート2が、答えの、ヌ括弧ルートね、の、プラス、ルート、は、という答えになるわけですね。ということで、答えが出てくるということになりました。